新潟県警では今月から1年間、9頭の嘱託警察犬が捜査などに協力します。この度、嘱託書が交付されました。西館警察署にやってきた黒いシェパード。嘱託警察犬6年目のオリーブ・フォン&バルジー号です。嘱託警察犬は一般家庭で飼育されながら訓練を行っている犬で、審査に合格すると1年間警察の要請に応じて捜査活動などに当たります。県内では今月から9頭が活動することになり、それぞれの警察署で嘱託書が交付されています。せ、まあね、今までだいぶ長い間やってるんですけども、訓練を怠らないように、いつでもね、出動できるようにしておきたいと思います。県内では去年1年間で16件に嘱託警察犬が出動し、行方不明者の捜索などに当たりました。